おはようございます、バンです。長い鶴のゲート生息地エリア13に来ています。こちらなんですけれども、前にもお伝えしたんですけれども、この柳の木の根元に生えてるんですね。でこれなんですけども、マット状に柳の木の根が張っていてですね、とっても生えてきます。でここについてはですね、関係機関いろいろの相談いたしまして、禁断の手ですね、薬剤を使うことに、することになりました。で、経緯を説明するとですね、県庁の方にまず相談しました。薬剤散布についてのね、相談をしました。そうしたところですね、県としてはどうしてもそれは公的にはですね、お金を出すことはできないというふうに言われました。でなぜかというと、薬剤を使うということに対してはまだまだの理解がどうしても得られないというふうに言われました。ただバンさんのおっしゃるように、手ではどうしても取りきれないところがあるというのも存じてますと、その上で相談したんですけれども、県庁の見解としてはですね、まず違法性はない、ここ重要ですね。ここは公共の場所なんですけれども、公共の場所において、薬剤散布を行って、除草するということについての違法性はないです。ただここの場所についてはですけれどもね、別の場所は知りませんよ。ここの、緑地帯については違法性はないというふうに見解をいただきました。とは言ってもですね、やっぱり周辺の方々の理解を、しないといけないと思いました。これ別に役所の方から周辺の方の理解を取ってくれっていうふうに、条件があったわけじゃなくて、僕が自主的にやりました。要するにうちの自治会に、相談いたしましてですね、こういうことをやろうと思っているというふうに、報告相談してですね、どういうことなのかという、ここだけはどうしても取れないと、手作業で取れないということを相談しまして、で、了解を得ることができました。で、やり方としてはですね、一応専門家の指示指導のもと、実際僕がやるんじゃなくて、業者の方にやってもらいます。というのもですね、琵琶湖の湖岸の緑地帯河川敷で、私有地ならば実績があるんだけれども、公共の場所で、長い鶴のゲートの、除草を薬剤で行うというのはですね、初らしいです。なんで、もちろん全部の事例を調べたわけじゃないですよ。他のところでもしかしたら県庁にの連絡なくやられてるところもあるかもしれないですけども、ちなみに私有地では事例があるらしいです。なんですけども、公共の場所では今回初ということですね。で、業者さんにも一遍見に来てもらいまして、で、ここだったら、うちが開発したやり方で十分効果が見込めるというふうな見解をいただきましてですね、本日と一応の塗布、作業に入ります。でね、やり方としてはですね、ちょっとちゃんと説明しますね。こちら長谷鶴のゲート、もう群生地です。でこのように陸上の方に生えてきてるわけですよね。で皆さん薬剤散布というふうにね、イメージされるのはですね、なんか噴霧器みたいなやつでブワーッとねやるというふうに思われるかもしれないですけども、その業者の方で開発されたやり方はですね、このね葉っぱに泡状にワッとやるらしいんですよ。で要するにこのね、この長い鶴のゲートをピンポイントでやっつけるというものらしいです。だから基本的にこっちに生えてるこの草ありますよね、これには影響がないと、全く影響がないかというと、若干影響があるかもしれないですけどもね、例えば風でこうなったりとかね、 こっちに行ったりとかで、でも基本的にはね、こんな風にしてなんかねプシュってやって、で専用の塗布機を開発されています。でまだまだ実績が足りないので、今回はですね、実験です。あくまでも実験なんで、
限定的にこのエリア13のみに対して行います。このエリア13はこのようにですね、マット状に生い茂ったの根っこに張り巡らされているというので、あそこあっちの方もですね、岩場なんですよね。岩場に生えてるやつは石岩をどけないとダメなんで、の人力ではどかせないやつも、ありますんで、どうしてもそこは根が駆除できないと。で、最近の薬剤っていうのはですね、あのブワーってこう噴霧状に巻くんじゃなくて、葉っぱに浸透させて、でこの個体のみを死に至らしめるというような薬剤があるらしいんですよ。で、そうなってくるとですね、まあ要するにこいつをですね、まあ、病気にさせると言いましょうかですね、あの薬死させるということですね。だから、根の方まで、効果が見込めるというらしいことらしいです。ただ長い角のゲイトウの場合はですね、根が非常に深い場合があって、で、上の方の根が枯れて下の方の根が残存する可能性は確かにあるとなんですけども、どこまで効力があるのかで、2回3回やって、一番そこの50センチ下まで枯れるというような、見込みが立つのかどうかっていうようなね、まあ言うたら実験データ取りということも兼ねて、今回このエリア13を、要するに企業に、実験の場所として提供することになりました。まあね、もう苦渋の決断と言いましょうか。このエリア13だけに関してはもうどうしようもないですね。で、ちょっと薬剤を塗る場所がないと、今これね、バーって上だけ刈ってしまったらですね、この葉っぱがなくなったら下の根をやっつけることができないんで、あえてエリア13は最近ね、駆除してませんでした。というわけで最近エリア13の映像がなかったと思いますでしょう。そういう経緯があったんですね。で、他に生えている植物でこのエリア13で守らなければならない保全対象の植物、例えばハマヒルガオであるとか、そういう植物は確認できてませんので、のそこの部分は必要心配ないかなというところですね。エリア13ちょっと総点検していきましょう今からね。南端があそこですね。こちらが南端ですね。これはメリケンムグラですけれども、この辺にも長いつるけどあったんやけど、これはちょっと違うな。これかこれのことを言って違うな。これも長いつるのゲートじゃないですね。この辺あったんやけど、もうちょっとエリア狭めることができそうですね。あとでちょっと微調整しておきましょうか。この柳の木の下ずっとありますけども、あの辺がそうですね。あれが長い角のゲートですね。もうちょっとエリア狭めることができそうですね。で、この辺からですね、この辺から群生してますね。で、ずっと、西端を舐めていきます。これは違うんですよね。これですね。これは違う。これなんですよ。これ長い角のゲートかな。これも長い角のゲートやな。この辺鉄筋が走ってるやん。これなんだこれ、危ないですね。この鉄筋が走ってますね。ちょっと後で取っておきましょうかね。これ長い、これも長いかな。長いですね、やっぱり。長いですね、やっぱり。違うかなと思ったらそうだった。これは違うっぽいな、ね、これ長いですね。ずっと舐めていきます。長いですね、この辺長いですね。ずっと舐めていきます。ちなみにこっちの南側はエリア40ですね。こちらが西端ですね。あの辺長いですね。長い
長え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 、これどうかな、これも長いかな、違うかもしれないですけどね、長いだな、長いですね、長いですね、長い長い長い、あ、これ長いでもう花が咲いてますね。これちなみに長い鶴の芸当の花です。白爪草の、小さいバージョンみたいなね、これ長いの花です。この辺群生してますね。長い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 、この辺一大群生地ですね。長い長い長い、これは違う、今北橋来てますね。この辺大群生地ですね。この辺からちょっと閑散になってきてますね。長い長い、この辺からまた閑散になってきて、この辺にまた群生地がありますね。メリケンムグラも混じってますね。でぐるーっと来て、あの辺ちょっと長いがありますね。でメリケンムグラが多いですけども、あの木の根元の大集団で、柳の木の根元といったところですね。でこれは違うんですよ、これメリケンムグラなんですよね。あ、もう花生えてますね、これね、長い鶴の芸当の花ですね。はい、というわけで、今日から実験開始です。作業自体は1時間程度で終わるらしいです。さすが薬剤ですよねで何回かデータを取りながら、枯れて死んでしまうかどうかっていうのをですね確認しつつ、またその状況をですね皆様に、逐次お伝えしていければなというふうに思います。ちょっとねある程度データが溜まってから一気に公開するかもしれませんけどもね。これはね違うんじゃな、あ、これ長いな、これは長いですね。この辺だったらまだ手で掘り返せるかなと思ったんですけど、やっぱりね柳の木のマットがねこの辺にも張り巡らされてて、50センチ下までってのはね正直無理ですね、手で作業するのは。はい、というわけで、長い鶴のゲートのエリア13、ついに、薬剤塗布作業をすることに、なりましたという、でそのね、経緯、との今後についてですね、予定はですね、まあ、やってみてでのどこまで、枯れて死んでしまうのかというデータを取りつつ、で、他のところにもどの程度影響があるのか、例えば、メリケンムグラも外来なんでどうせ死んでもいい、死ぬ、どっていうかどっちか言ったら取らなければならないんですけども、例えばこういう植物に対して、どの程度影響があるのかとか、他そうですね考えなければならないのはやっぱり柳の木、まあ大丈夫かなと思うんですけども、そちらの方に影響がないか、まあそれはちょっと考えにくいかな。あとは、縦看板必要ですね、この白い泡を触らないでくださいというふうな縦看板が必要になりますので、それはちょっと用意することにします。あとは、天候ですね、晴れた日に行ってくださいというふうに県庁からの指導がありました。やっぱりせっかく泡を塗っても雨だったらねすぐ流れてしまうんでね、ということですね。ああそうそう、あともう一点ね、この作業は、補助金の対象外です。ですねうちの団体補助金もらってるんですけれども、薬剤で、草刈りしとんのかいというようなねご批判を、まあ、やろう思ったらすぐできちゃうわけなんですよ。あそこはの除草活動と銘打って、補助金得てるけれども、いや実は薬剤で、除草しとるんやとということになればですね、俺はもう社会的非難はもう免れないわけですね。これこそね切り抜きなんですよ。都合の、こっちにとっては都合の悪いところ、切り抜く方にとってはね注目を浴びるために、
と都合のいいところをですね切り抜いたらですね、そういうね切り抜きができちゃいます。まあ言うたら丸を×に変えるというね、ことができちゃうわけですね。なんで、そういうことをもし切り抜かれたとしても、そんな切り抜きは丸を×に変えるやり方だというふうにあらかじめねもう申し上げておきます。というわけで今日作業するこの助走は補助金の対象にはしません。まあだからどこにこのの事業これやっぱり事業なんですよ。この事業の、これやっぱりポケットマネーでやるわけにいかないんで、求めていくのかというところはですね、まあ、例えば基金を分けるであるとかね、っていうふうにしなければならないなというふうに思いました。税金を使わない、基金を使うということですね。でないとのまあ、都合のいい切り抜きをされてしまう懸念があるんで、ちょっとそこはねあらかじめ先手を打っておきます。ただねこれだけはね言っておきます。税金は投入しませんけれども、直接は投入しないということになります。つまりどういうことか言ったらですね、うちの団体が、あることの存在意義がここでね、見えてくるわけですよ。やっぱりうちは税金だけで、事業をやってる団体じゃないんですよ。なので、税金以外のところからお金を出しているというふうにします。で、やっぱりね誰かがこれをやらないと全然前に進まないんですよね。なのでここからですね実験この今回の実験をね、成功した暁にもですねこういうやり方があるんだよというふうに行政の方にアピールできますし、でその行政の向こう側にある納税者の方々ですねの理解も得るためにはまずは実験から始めないと、もう全然前に進まないと。そのために、うちの団体は税金だけで、運営している団体じゃないというところを利用してですねこういうことをやって、でゆくゆくはですね、この事業にも税金がね、使われるような体制が整えばなと。そこにはやっぱりね規制というのも必要になってくると思います。もしかしたら免許制も必要になってくるかもしれないですね。そのくらいねこれちゃんとやった方がいい問題ですよ。のべつくまなくそんなもんね除草剤撒かれた日にはねたまったもんじゃないですよ。実際にはですね空中散布の除草剤まかはって、でしかもそれ何の、断りもなく、自治会に何の連絡もなくやらはったりとかいうようなねことも野放しなような行政の実態があります。なんですけれどもそこはやっぱりちゃんと仕組みを作って、こういう場合に限り薬剤は使用するというようなねきちんとした条例とかをね作っていくべきであるというふうに思いますね。まあ、この辺から先の仕事は市会議員とかの仕事になるのかな。まあ、そこら辺はね、関係先生に、まあ、今後相談していきますけれどもといったところですね。だから目指すところは今回の実験を、成功させて、でもちろんね実験データの捏造とかねそういうことは決していけませんけれどもね、そういうふうにの仕組みができればなというふうに思います。はい、ぐだぐだと、長々と失礼いたしました。ではでは。